覚悟してください。覚悟してください。返してやろう。ありがとうございます。あの世へ行くお前のもとへね。聖騎士が子供一人に毒殺を命じたなどと無駄な悪評を立てられるのは困るんだよね。タカ先生、エリザー先生、なやつはほっとけって。タカ先生、しっかり。ここは危険だ。あいつがまたいつどこから現れるかわからねえ。そーい、また消えた。これって瞬間移動ってやつだね。イヒヒヒヒ、利口な豚さんですね。そう、私の瞬間移動の前にはどんな力も役に立ちません。何してんだ？ん？あいつをここに入れないまじない。何がまじないだよ。んなもんできもしねえくせに。果たしてそうかな。でもいいのか、こんな狭いバラ屋の最上階って。逃げ場はねえぜ。せめて扉くらい閉めとけよ。瞬間移動に扉は関係ねえだろ。いきなり俺たちの真ん中に出てくるかもしんねえんだぜ。残念、後ろですよ。残念、足元ですよ。ミシシ。あばらえだけに真下まで行ったな。さっきのまじないって。入り口の床に切り込みが。透明化だろ、お前の魔力。お前が姿を消してから次の場所に現れるまでの間が。なんか気になってたんだよな。瞬間移動で匂いの筋ができるのも変だし、つまりお前は俺たちと同じく歩いて移動してたわけだ。ってことは当然一つしかない扉から部屋に入ってくる。ついでにここなら俺もエリザベスに気を使う必要がない。